Peggy 18.私の方でこのレジデントイーブル7を担当することになったのが2014年の1月からです。で、一番最初に、考えたのが、どういうメンバーでスタートアップするかっていうことだったんですけど、一番こう重要なポジションであるディレクターに関してはまずリベレーションシリーズで中西という人間をアサインしなければということが頭の中にありました。なぜかっていうと、最初にこの1月にオファーを受けた時からですね、今回、サバイバルホラーっていうものを改めてバイオハザード7で、リブートしていこうというようなイメージがあったからです。バイオハザード6っていうのは非常にいいタイトルではあったんですけど、いろんなヒーローが出て、バイオハザードファンからすると非常に、ハッピーな面白い、タイトルだった。 90% of the population in Tall Oaks has been infected with the virus. That... っていう評価はいただいてましたけど、サバイバルホラーをやりたいという声も非常に、マーケットから多く寄せられてました。加えて開発チームの方もですね、なんとなくそろそろサバイバルホラーが作りたいなっていう意識がこう高かった時期なので、ディレクターとしてサバイバルホラーを理解している人間っていうものをまずアサインする必要があったので、最初に決めたのは彼のアサインでした。僕が、バイオハザード7に関わったのはちょうど竹内さんが入って、仕切り直したタイミングからなんですよね。で、もうその時に竹内さんはコンセプトを決めてて、今回はホラーをする、でモチーフはイビルデッド、イブリデッドのように狭く深く、イブリデッドはご存知だと思うんですけど、登場するのは本当に山小屋一つで、キャラクターも6人ぐらいしか登場しないんだけども、あれで2時間自分楽しませていると、なのように深く狭いコンセプトでホラーのバイオを作ると。でしかも今回は主観視点に変えると、それを聞いて、僕はすごくエキサイティングでしたね。マジでそんなことやっていいんですかみたいな、そっち側のテンションです。プロデューサーはバイオハザードのことを知り尽くしている川田、彼がプロデューサーとして入ってこないとバイオハザードのプロデュース、プロモーションがうまくいかないっていうことも分かってたので、彼にもすぐ声をかけました。そうですね、2013年度中はですね、別の形でのその、RE7 の開発っていうのを企画していました。まだ今の、形がですね、竹内統括から、オーダー出る前まではですね、割と前回までのその6までの形が色濃く残った状態で、企画開発をしていましたが、どうもこううまくまとまらなかったので、今回竹内さんが全く新しい、提案として、主観視点であったりとか、もう明確にそのホラーをテーマとするっていうところを上げてきてですね、僕らに、こういう形でやろうと思うんだっていうふうに言ってくれた時に、我々は、すごくこうしっくりときたんですね。やっぱそれはやっぱり骨格となるべきテーマがですね、かなり明確に、そこには、しっかり提示されていて、かつ、竹内さん自身がですね、やはりそのクラシックなバイオの良いところと、すごくモダンなテクノロジーをうまく融合させて、で今のカプコンでできる、ベストな状態のゲームを作りたいという提案だったからだと思います。そういった形でですね、2014年の1月に、お前が、セブンのプロデューサーやれと言われることになるんですけれども、そこからですね非常に、辛く長い険しい道のりだったと思うんですけれども、いい感じでの仕事が始まったんじゃないかなと思います。レジデントイーブル5のプロデュースをしていて、レジデントイーブル4っていうすごく、いわゆる名作の素晴らしい、あれもレジデントイーブルシリーズの 1,2,3 から大きくリニューアルさせて、なおかつバイオハザードっていう風に感じさせる素晴らしいゲームがありました。5の時はこの4をいかにしてより多くの人に楽しんでもらえるような作品にするか
っていうことをテーマに、プランニングしていったんですね。必然的に、大きなスケールになりますし、さまざまなより多くのキャラクターを出そうというようなイメージがあり、かつコーププレイっていうものも入れていこうということで、ゲームの方を拡張するっていうイメージで5はプランニングしてました。一方バイオハザード7のレジェンドエブル7の場合はですね、大きく広い世界から、どうしてもその怖い恐怖っていうものがこう感じにくくなってきてるっていうふうにも感じてました。私バイオハザード1の開発も携わっていたんですが、やはりバイオハザード1の時はいかにプレイヤーに近い距離で恐怖を感じてもらえるかっていうところを重視して作っていた。あの当時の感覚をもう一度思い出すっていう作業に近かったと思います。イメージを切り替えるというよりももう一度原点の一番最初のバイオハザードはどういうふうに作ったんだろうということを念頭に置いて、そこに頭を戻していくって作業をしながら、もう一度狭くて深い深い深いゲームを作ろうと、そしてお客さんの近くで、恐怖を感じれる、お客さんが自分に起こった出来事のようにサバイバルホラーを楽しめるゲームを作ろうというのがコンセプトでしたので、今回はそこの切り替えっていうよりは自分の頭を1990年代にグッと戻すっていうようなイメージで取り組みました。そうですね。で、まあ、大胆なチェンジではあるんですけども僕自身やっぱり、最近のバイオハザード、いろんなことをやる中でユーザーからこうカプコンはこうバイオハザードの、自分たちのこのアイデンティティをちょっと見失ってんじゃないのとか、一回足元を見つめ直せばいいよみたいな声が言われちゃってるところにはちょっと、そこに対して残念な思いがあったんですよね。そういう意味で今のタイミングでやっぱバイオハザードの本来持ってった体験っていうのはこういうもんだよねっていうのを、それを新しいスタイルだけどもそこは体験できるものを作ろうっていうところにはすごくポジティブでした。でそこから、2014年の2月からですね、正式に開発が始まるんですけれども、そこからまず武井さんがそのムービーで、このゲームの、イメージを形作ろうというところもですね、非常にやはり、スピーディーかつ順調に進んでいたと思います。でまだその、イメージムービーの段階ではそのバイオらしさというよりかはその新しいホラーの形っていうのが、今我々ができる範囲でどこまでできるのかっていうところをですね、一旦形にする段階だったと思うんですけれども、非常にやはり分かりやすくて、見応えのある、パイロットムービーができたんではないかなと思ってます。我々はすごく良い、ムービーができたと思ったので早速それを反社に共有したんですね。反社に共有したところですね、彼女たち、彼らもすごくそれは、気に入ってくれて、早速リアクションを返してくれました。もうすごくそう若い女性スタッフがですね、その映像を見てすごく恐怖に顔を歪める様がですね、我々開発人としてはすごくモチベーションになって、これはやはり、方向性としては非常に正しいんだということが、そこで確認することができました。すごく良かった体験です。ただやっぱり開発していく中で変える部分をどこまで変えるかっていうのは結構難しかったですね。プロダクトの最初の期間はチームでいろんな新しいものを試すっていうやり方をしていったんですけども、やっぱり結果としては残しボツにしたものその時期のものが大量にありますね。だから例えば今思い出してもちょっとやっといてもやっぱり良かったかなっていうものとかで言うと、例えば当時ファミリーには犬を飼ってたんですよね。名前はちょっと忘れちゃったんですけど、ダイアンかなんかかなで、食事会にも犬も参加してるはずだったんですけど、それちょっといろいろな都合でボツにしたのは残念だよ。今思えばやっとけばよかったなってところありますね。そのプロトタイプの内容がどうだったかっていうことで言うと、いくつかのパターンが生まれてたんですけど、例えば一つで言うとゾンビがいて、ゾンビは人間の呼吸に反応するので、そのゾンビをうまくやり過ごすためには
専用のこう息を止めるっていうボタンがあってですね、このボタンを押すとプレイヤーは息を止めて、その息を止めてられる時間だけこうゲージがこう減っていくわけです。でそのゲージがなくなる前にうまくゾンビをやり過ごさないとゾンビに見つかって捕まってしまうと。あの非常に面白いアイデアだったんですけど、プレイヤー自身がこのボタンを押してる間一緒に緊張してでこう息を止めてしまうので非常に疲れるゲームになってたっていうところで、これはもう非常にアイデアは良かったんだけど、15時間これでプレイすると多分何人か酸欠になるよねってことでボスになったネタですね。竹内さんはこういう言い方をしてたんですよね。あのスードン、スードンって分かります？日本のうどんっていうジャパニーズヌードルがあるんですけど、はい、スードンっていうのは麺とスープのみなんですよ。本当に麺とだしの素材の味を楽しむっていう。だから今回の場合ではやっぱり目指すところはもうそこだと、素材と麺とだしだけでも美味しいようなものにしてほしいっていうのがあったんで、まあ、その辺でやっぱり要素としてもなるべくシンプルに作っていくっていうのは、シンプルに作る結果になりましたね。